今日から老眼鏡をかけて番組の方を、やっております。この番組を聞いていただけてない方なんだと思うんですけど、ツイッターで老眼鏡、買ってきたなうみたいなねやつをつぶやくと、伊集院さんがもう老眼鏡だなんてショックですとか返ってくるんですよ。こっちは100倍ショックなんだよ。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。じゃあさ、老眼鏡かけてなかったら抱いてくれんのかよ。勝手なことを言いやがって、どんだけショックだと思ってんの。あのね、何度も言いますけど、もう半年ぐらい前からかなり目はかすんでたんです。いや、かすんでただけで言えばもう1年も前からかすんでたんですけれども、もう老眼鏡だって認めたら老人だって認めることじゃないですか。老であることを認めることだから固くなに拒否してきた。もう自分を騙してってます。疲れ目ですね。僕みたいな IT の申し子がパソコンにずっと向かってることで一時的になってる疲れ目です。もしくはコンピューター愛だっていうことでね、僕は自分を騙してきたんです。ただ老眼鏡をかけたらくっきり見えたんです。そして今くっきり老眼鏡を注文して老眼鏡を買って、でそれをかけてくっきり見えてるんです。ケツが原因不明の肛門の痛み、めちゃめちゃ痛い。絶対痔ではない。痔みたいなそんなかっこ悪い名前の病気では絶対ない、ね、けどもボラギノールを塗ったら嘘のように治ったらそれは痔でしょ。そういうことなんです。そういうことで老眼鏡、老眼なんです。僕はね、ガンザンローゼス、略して老眼なんですよ。もうね、これでまあそこまでの下りは話したじゃないですか。これで池袋にある老眼鏡博物館っていう名前のまあ老眼鏡屋さんね、老眼鏡博物館っていう名前だけ聞くと結構な建物な感じするでしょ。いろんなその、メガネのパリーミキとかメガネドラッグとかそういうとこが全部でお金出し合ってこう老眼鏡の歴史みたいのを保護するために作ったね、なんかそういうもう蓮舫にあっさり国からは金出させねえよって言われた感じのものをごめん、やっぱ老眼鏡かけてると番組変な感じになる。なんかまだ慣れないからメガネ曇っちゃったってこういう感じなんだ。なんかこうラジオの変なテンションで体温も確実に上がるから汗かくわけで、その汗がちょっと蒸発して老眼鏡の内側にこうなんか曇りみたいなのがかかるわけ。それでそれでいてこう、ディレクターの池田の方を見てこうキューとか待ってるとなんかちょっと霞の向こうにいる感じがして軽く神々しくなるわけ。そんな感じで見ちゃったら従っちゃうじゃん。曲行けとか従っちゃうじゃん。だからちょっと逆に俺老眼の方の目の眼鏡をかけてない方のぼんやりに関しては曲名が読めねえぐらいでなんてことはねえから、ね、こんなもん別にね、みんなおのおの調べりゃいいんだろ。iPhone のアプリであるもんね、そのラジオのスピーカーに近づけてこうやってその音を聞かせたら大体そのなんて曲ですっと出てくれるやつあるから、それでやるな。でその老眼鏡博物館っていう、昔は親さんだったのかなみたいな、もしくはガレージに使ったのかなみたいな、灰色のシャッターを開けたらガランとしているみたいところにいろいろこう棚とか並べました。でそこにいっぱい老眼鏡があります。安いやつは500円、ね、高いやつは2000円ぐらいの老眼鏡がずらっと、でしかもその老眼鏡がみんなビニール袋に包んであってもう工場から持ってきたまんまですよみたいな、その代わり安いですよみたいな、ね、で、まあ、僕は800円ぐらいの買ったんですけど、レジの横のところにご自由にお取りくださいっていう老眼鏡があって、それと全く同じ形の同じものだって今更返せないみたいな話をしたと思うんですけど、あの話をした2日後ぐらいの C 散歩で C さんがあそこ歩いててで寄ってるのよ。
老眼鏡博物館、俺のラジオのトーク効果で老眼鏡博物館に多分数千数万って人が行ってると思うんですけど、ほぼ小さんの手柄ですよね、絶対。そんな小さんぽで取り上げる。だって客層として老眼鏡欲しくなる客層って本来この時間のこの曲のラジオ聞いてないもん。伊集院さん老眼鏡の安いとこ教えてくれたって喜ばないよね。そういう人はラジオ深夜便を聞いてるもん、ね、どうやったって。これでまあその後にさすがにその800円のね、本当はただのね、老眼鏡をタレントとしてかけてるのもどうかなと思いまして、もう要するにその老眼鏡博物館さんのおかげで自分はもう老眼だっていうことに関してはもう諦めがついたわけです。もう老眼なんだっていう、ね、ことはもう仕方がないっていうことになったんですよ。これで老眼鏡作り行こうと思ったんだけど、前に一回いたずらにメガネ作った時の経験で言うと、割とそのメガネ屋さんに置いてる中で一応一番こう幅が広いみたいなそのメガネで頼んだんだけど、それでもちょっと実はこうほっぺたに食い込む感じあるじゃないですか、メガネデブ特有のあの感じあるじゃないですか、あの感じになってて、でそれがちょっと嫌だったんで、ネットでこう大きいサイズのメガネ、要するに普通よりも、顔の幅も広いし、その顔面から耳までの距離も長いから、かなり大きいサイズのメガネを売ってるお店、スペース東京で検索をしたわけただやっぱ該当がないよね。そんだけ長い言葉に該当するってことは俺の作ったホームページじゃない限りはまあないわなと思いまして、まあ、大きいメガネ、ね、人妻、淫乱、ね、乳輪大きめ、真っ黒で、ね、検索したら、メガネと関係ないのがまず出ますね、ほぼ。その後、まあ、大きいメガネみたいな検索して、で結構こうサバエが当たるわけですよ、ね。でまあ、サバエ遠いなと、まあ、東京ぐらい入れまして、当てたら、なんか青山に大きいメガネの、お店、大きいメガネならみたいなあるじゃん。大きいメガネならみたいな当たり方するじゃないですか、その Google って。なんか青山のお店が当たったんで、それで早速行ってこようかって。青山のお店行ったって。そしたら、表参道の路地裏ぐらいにあるんですよ。で、まあ、最近こうダイエットのせいで、いろんなとこ歩いて帰ってきたりとか走ったりとかしてるから、まあほぼジャージなんですけど、まあジャージのまま、まあ、ジャージとこう青山ってのは、ま、食い合わせがすごく悪いんですよね。大体青山をジャージの人が歩いていないことからもわかるように、かなりこうジャージの似合わない街並みなんですけど、裏路地だからと思うんですよ。裏路地は大体ジャージで大丈夫で。変な話、俺の生まれた荒川で、大体ジャージでみんな基準歩いてるじゃん。荒川で裏路地まで行ったら、普通に下着のパンツは OK だからね。裏路地なんだからって、だってホースで夏場水撒いてる人って別に普通にデカパンのいわゆるガラパン履いて、普通にホースで水撒いてる人とか、ゴルフクラブ振ってる人とかいっぱいいたからね。で、冬場やってる人はちょっと。冬場ね、なんかね、そうそう、地球が破滅しちゃうんだよね、みたいな話を一人でしてる。一人つぶやいてる。まあ、ツイッターはまあ、また別の存在ですけど、青山の路地裏、ね、青山の、まあ、荒川の路地裏がガラパン一丁で OK だったら、ガラパンにサンダルとか、ガラパンに革靴とか OK だったら、別に青山だって路地裏だったらジャージぐらいで OK そうなもんや。全然違うのよ、そのなんか一応住所だけメモってみた、そのメガネ屋が。入ったらなんかさ、メガネちょっとしかねえよ、なんか。ちょっとしかねえわけ。メガネ屋のくせにちょっとしかないわけ。これでまあその、まあ神さんにね、青山なんか一人で行ったら絶対、尻子玉抜かれるに決まってるから、神さんとか青山行くからさ、ちょっとその青山連れてって、つって車で青山連れてってもらって、したらなんか路地だから車止めるとこないから、あんた先行ってなさいよ、って言われて、俺でちょっとコインパーキング探してくるからって降りられてさ、俺心細いけど一人でそのちょっとおしゃれな感じのさ、なんなん青山とか土地が高いわけじゃん。土地がすごい高いし、店舗のお金とかも高いわけじゃん。だったら、ところ狭しと、もうメガネ踏まなきゃ歩けないぐらいメガネ置いた方がいいじゃん。なんでちょっと置いてんの？ちっちゃい店なのに、メガネちょっとなわけ。なんかその、真ん中の、
ガラスケースの中に15本ぐらいメガネ置いてあるわけで、壁とかにもっといっぱいかければいい、いくらでもかけられるのに、老眼鏡博物館なんかメガネが山みたいに積んであるんだよ。勝手にそこからその探して飛んだみたいな感じなのに、何なんだろうね、あの感じね。あのキャッツアイが盗みますって予告したみたいな感じ、わかる、この真ん中のそのガラスのケースの中ぐらいにしかなくて、これでこうやって恐る恐る入っていったら、こうなんか上から下まで舐めるように見られてですよね、すげえちっちゃい声で、おしゃらせみたいな、ネギを食えと、こっち側から言えることはまず、メガネうんぬんの前に、お前は接客やるならネギをまず食え毎日っていう感じの声のやつで、これでそいつにさ、まあ、見てわかんだけど、そういうらしきコーナーがないのはわかんだけど、あのインターネットで見たんですけど、大きいサイズのメガネこちらはできるんですか、あ、できます、あのうちはあのオーダーで、どんなタイプのメガネもできます、これで、まあ、とりあえずなんかメガネなんかでっかいノギスみてえなので顔の幅みたいな測られて、あれどこでもやんの、メガネ顔の幅みたいのをドンって測られて、でその測るやつが割とその前の人の測った大きさんじゃん、前の人の測った大きさからちょっとこう広げてから俺の頭に行こうとしたら、すげえまだ俺の顔がでかいわけ、それでちょっと軽くみたいな、軽くこんなでけえやつ来たことねえよみたいなやつで、そのノギスみたいやつをギリンぐらいまで、そのノギスの測れるあのギリ顔面の大きさまでこうやって測って、それこめかみのとここうあの当てて、もうちょっとしか戻さない感じ、ちょっと戻しただけで、あ、こんなでかさなんだみたいな、で 俺この会話のない感じとかに、そのクスクス笑いの後会話ない感じとか耐えられないから、できますか、できます、うちはどんなもんでもオーダーできますんでみたいなことを言うわけで、そうするとなんかいろんなメガネを持ってきて、そのかけてみた感じ、だいたい皆さん試着した感じで決めていただいてるんですけどみたいな、で、例えば、こういうフレームのないものはちょっと知的な感じには見えますけど、少しお顔の印象きつくなりますみたいな、これあのどっちかっていうと、優しい感じにしたかったらこういうフレームの丸いレンズのものがいいですね、これでちょっと遊び心をみたいな、そんなのお前村のバカかテリー伊藤しか描けねえようなやつがそう出してくんだよ、もう何その右赤で左青みたいなやつ飛び出すの、それそのフレームのなんかやつ、それより面白いメガネは2001っていうのをニューヨークであの描けてた、ニューヨークではしゃいでたニューヨークのバカが2001って描けてたやつしか知らねえみたいなやつを出してくるわけ、なんか色のいろんな色の入ったやつが出して、これでさ、そう言うからかけようとするんで、あ、ちょっとすいません、あの、お客様の場合はっていう、お当てになるだけでみたいな。そういう時に、お前の、その、ね、あの、デカ顔で、ね、顔面、お前の顔面に、だとフレーム拾っちゃうでしょっていうことなんだけど、なんかあの、ウルトラセブンが変身するみたいにこうやってやってみて、いかがですかみたいな言われて。で、ふと気になったんで、これお値段おいくらぐらいですかって聞いたら、お客様の好みでオーダーですから変わりますけど、12万からです。12万、お、メガネしてる人も驚いた、あ、おびっくりした、俺みんなメガネあんな値段じゃないよね、絶対違うよね、12万からだって、12万からだよなあ、12万からだよ、あのね、俺に言わせればだけどね、いや俺はわ、わかんないの、家がうちの親父頑張ったから、まあまあ変な話、うちの親父婿養子のふりしてきてで、おふくろの親父であるところのおじいちゃんから土地を騙し取ったような形で、だけれども一見誰が騙し取ったんだよ、まあおじいちゃんが倒れた時に軽いガッツポーズを子供心見ましたけれども、心のガッツポーズを親父の後ろに見ましたけど、まあ親父一応一戸建てに建ててもらって住んでるから、家族で住んでたから家賃っていうのを親が払ってるとこ見たことないわけで、そうするとさ、家賃っていう感覚が全然わかんないわけ、親が目の前で家賃を払ってるって行為があると、家賃ってものに対してそういうもんだと思ってしまってるから、多分一人暮らし始めるときに家賃っていうものそんなに嫌じゃないっていうか、嫌だけど、まあ家賃はしょうがないよなって。で、こっちは、その、借家じゃないとか育っちゃってるから、なんかもう家賃がもったいなくしょうがないわけ。これ、今まで合計で親いくらやってんのみたいなと一緒で、メガネっていうものに常識がないというか、メガネを一度もかけたことがなくて初めてのメガネって2円でも嫌だね
ましてやだよ、ね、その1週間前に800円のメガネをただのはずなのに損したと思ってる俺だよね。それが12万ですっていう、なんなの、かけたら裸が見えんの、高野先生、こっち側から言えば。かけて裸が見えるメガネでもう出して5万までですよ、僕多分。そんな見るだけだもん、どうせ見るだけだもんね。いや、かけたら見える上にもう誰の乳首も吸っていいと、ね、いやもう、いや見えなくてもいいから、そのメガネさえかけたらすいません乳首吸わせてくださいって言うと、日に4人まで乳首吸っていい、いやメガネじゃなくて、メガネはいいや、もうね、お金をあげるから乳首を吸わせて、ならわかります、ならばそのね、多少のお金がかかるのも仕方がないですけれどもね、3回までチェンジできるデリヘルに行きたいね、それはわかりますけど、もうメガネでも何でもないですよね、なんか、ただただおっぱい関連のしたいことを言っただけですね。しかもデリヘルとか怖くて絶対呼べないし俺で、そのもうさ、そのさ、12万からです、レンズによっても変わるんですけど、そこにレンズだ。いや俺その前にそのメガネを作った時に思ったのは、あのお店のフレームに書いてあるタグだけじゃねえんだ、あそこに8000円って書いてあったりとかしても、実際はフレーム代であってね、だっていうのを前もびっくりしたけど、その十何万はさすがに込み込みだろうと思ったら、そこにもその入るみたいなってなってるわけ。もうさ、もう全然こっち買う気なんかないですよ、そんなの、ね、変な話。例えばもうこれから12万もメガネに払うがやったら、まあ、その時のそれあれですよ、それはもともと視力が割とよく育った人のおごりなのかもしれませんけども、例えばこう皆さんのネタを読み間違えるたびに100円を送っても、すいませんでした、100円送ったとしても1200回読み間違えられるわけですよね。そっちの方がよっぽどですよね。そんな気がしまして、もうすぐに逃げたいんですけど、さすがに12万って聞いてあいつ逃げたぜって、あいつ値段聞いてキビスを返したぜっていうね、あいつ値段聞いてすっぱだかで走ってきやがった、ジャージがここに落ちてるよなんていうことになったら、後で笑い、もうお笑い草じゃないですか。だから、とりあえずここをとんずらしたいんだけども、焦ってないよ、ましてや値段で焦ってるわけじゃ俺は全然ないよっていう感じで、ちょっと周りで家内がコインパーク探してるみたいなのちょっと遅いんで、ちょっと見てきますって言ったっきり、二度ともう表参道なんか近寄んなきゃいいと思ったら、用なんかねえんだから、もともと表参道に思ったら、もう振り向いたらかみさん来ちゃってる。でも高いんでっつって、しょうがねえもん、もうほんとあって12万の目、今までなくてよかったものをですよね、12万、初めてのブラジャー12万っておかしいだろ、どうやったって。最初は多分ブラジャーつける人、ほら女性が、思春期の女性も聞いてるかなと思って、最初のブラジャー、それまでつけなくて済んでたブラジャーをでしょ、最初のブラジャーなんかもうそんな高いブラジャーつけませんよ、それと一緒でですよ、あのメガネなんかガラスのブラジャーなんだ、要はそんなものを買えないなと思って、それでまたパソコンでこう調べ直したら、なんか大きいメガネを専門にやって、要するに最初のところは大きいメガネも作れるだけなんですよね。別に要はだからですよ、何でもやるだけなのに、結構ネットってさ、そういうの多くなってるよね。お前別に専門じゃねえだろそれみたいな。特にやばいのはその何々奈良のパターン、あの何々奈良で当たったサイトって、それもあるにはあるけどぐらいで、要はそのお店は何でもできんですよ、金に物言わしゃ何でもできんですよ。別にそんなの、右目のフレームが赤で左目のフレームが青なんていうさ、村のバカしか描けねえようなあんなメガネだってできんだから、あそこに行けばね、だから多分すっごいこう、あのおしゃれな、あの俺はそのすごいそのおしゃれ感がよくわからないけど、顔全部隠れちゃうようなさ、塩沢と木とアユがかけてるでっかいあんじゃサングラスあんじゃ顔全部かけてる、
あれの鼻つきとかもできますよ。あれに団子っ鼻で、団子っ鼻から鼻毛がわっさって生えてるやつとかも全然できますよ。それでその、ちょうどレンズと同じ大きさの、球を半分に切ったやつがあって、それをこう横のボタンをパチってやると、バネ仕掛けでボーンヨヨヨヨンってなるやつとかも、あのお店だったら絶対できるんですよ。ね。だけど俺はでかけりゃいい。でも12万からですけどね。で、もっとかかりますけど、ボーンヨヨヨヨヨンってなる、ボーンヨヨン具合で、ボーンヨヨン具合で、同時に発射したのに、その、バネの、弱さを変えてあるから右と左が互い違いにボーンヨヨヨヨヨヨヨンってなるようにしたりすれば13万はかかります。こうやったってね。でその目のボーンヨヨヨヨンにある程度飽きたところでポロッと落っこって1枚剥がれて面白い目、少女漫画のキラキラの目のシールが貼ってあるやつなんか13万2000円ぐらいかかりますから。だから俺が欲しいのはでっかいメガネ専門の店でどう当てたらいいんだろうとか思って、そういやお相撲さんとかメガネかける、メガネかけてるお相撲さんってたまにいるよね。メガネかけてるお相撲、昔お相撲さんイコールなんかメガネかけてないイメージだけど今いるじゃん。これでよく取り組みで張り手やられて顔面にレンズがびっちり割れて刺さったりとかしてるじゃんか。取ってからの方がいいよ取り組みは。取ってからじゃ危ないからみたいなのいるじゃないですか。これでお相撲さんとかいろいろかけてきたらなんかお相撲さんも御用達のお店がありますみたいな出てきて、で中野になんかその大きいメガネの専門店でそこ行ったらやっぱすごいなと思ったのは、ここちょっと真面目な話なんですけど、今さその中国とかでメガネフレームとか作るからさ、まあ、ユニクロとかもそうなんだけどさ、その中国とかに生産工場を移すとなんかすごく安く物ができるようになるじゃん。ジーンズとかもびっくりするような安いジーンズとかあるじゃないですか。それでそのだからそういうところの俺から言わせれば欠点とかしわ寄せは、要はサイズがすごい少なくなるわけですよ。一番売れるサイズを徹底的にして大型に発注するから M サイズみたいなやつはすごいたくさんある、 M と L みたいなたくさんあるんだけど、それより上とかそれより下は全然ないわけです。メガネも要するにそのサイズのバリエーションとかはなく、流行ってる形の色違いみたいなのいっぱい出します。で一番売れるサイズを出しますけど特殊なやつはダメですよみたいな、特殊なやつはもううちはもうグループ全体で手引きましたみたいなことですごく安くなってる。でそうすると困るのはおでんのねさつま揚げに細かく切ったタコの入ってるやつ、わかります、すごいうまいじゃないですか。だけどコンビニのおでんが出てきてから、結局コンビニのおでんってよくあるおでんの具を全部やるから、ああいうのないわけです。ああいうたまに食いたいやつが全然ないわけです。でそうするとおでん専門店っていうのはあのさつま揚げみたいやつの中に細かくタコをこう切って入れたやつ、ね、細かくタコを切って入れたやつも置いとく代わりに、メインのそこの収入はよくあるはんぺんとかよくあるこんにゃくでやってるのに、そっちの方が SM スナイパーだと分かります。コンビニに SM スナイパーがないわけですよ、ね、コンビニは売れ線のスピリッツね。俺すごいね、俺すごいね、スピリッツだよね、スペリオール、それからオリジナルね、サンデー、週刊漫画サンデー、お母さん間違って買ってきちゃって、お母さん間違って考えて買ってきちゃって、コナン乗ってねえなーと思ったんだけど、静かなるドンは乗ってるけどコナンが乗ってねえっつって、でその売れ線だけをコンビニにやられちゃうから本屋さんは結局どんどん潰れていくわけです、ね、そうするともう俺は絶対この街の中で SM スナイパーを一冊だけ入れてるお店っていうのがありまして、うちのその僕の子供の頃ね、僕が幼稚園の頃に SM スナイパーを買いに行くのは必ずそのね本屋さんだったっていう、やっぱり同じ亀甲でも鬼ろか違うねなんつって俺が見てたSM スナイパー、そのお店は一軒しかなかったんですけども、そのお店はそのお店だってさ、SM スナイパーだけじゃ食ってけねえんだよ。SM スナイパーが、ね、
楽しい幼稚園並みに売れてくれればいいですよ。その、ね、周り中で売れてくれればいいですけど、そんなですよ。だって1冊しかなくて1冊俺が買ってたんだよ、いつも。発売日の前の日にその頃出してくれてたんだけど、それ、年齢ぼやかした方がいい。本当は高校だけどぼやかした方がいい。石原都知事に怒られる。石原都知事に怒られる。お前理解ねえな。で、その、まあ、二十歳になったばっかりの頃とこの少女が、二十歳になったばっかりの頃 SM スナイパーを、まあ、それ兄貴に買ってきてくれって言われて、兄貴がすごい好きで、実は俺はそれほどでもないんだけど、おっぱいが見れればいい。兄貴は SM スナイパーじゃなきゃいけない。それで、その、兄貴の性癖をあらわにしてまで、ね、やっぱ兄貴が石原都知事に怒られる。で、その、SM スナイパーを買いに行って、いつも一冊しかなくて、発売日の一日前にあるから、いつも買ってきて、兄貴に渡して、兄貴が読み終わったら俺も読ませてもらって、みたいな感じでおっぱい見せてもらって、みたいな、だったんだけど、ある時期かな、急におばちゃんに売り切れたよ、って言われて。ほいで、それが、半年ぐらい。みたいな、見てちゃダメだよ。で、半年ぐらい経ったらおばちゃんが2冊入れてくれるようになってたんだけど、さらに3ヶ月ぐらい経ったら1冊余るようになってきたから、9ヶ月だけ荒川にいたね。そいつが9ヶ月だけ SM スナイパー好きがいたね。メガネの話はどうしたの？そうそうそう、だからそのそうやってその売れ線のところをいっぱい大量生産して安価に売ったりとか、それすごく流通させられちゃうと、その本屋さんも潰れて、で本屋さんが潰れるってことは、本屋さん潰れたからコンビニで SM スナイパー置いてくれることになりませんから、 SM スナイパー手に入らなくなる。それと、おでんのさつま揚げの中に細かいイカの入ってるやつとか、ああいうやつは結局やっぱりおでんの専門店が潰れちゃうから、いや、一番売れるサイズのメガネばっかり力を入れられると俺たちが困るっていう話ね。で、それでそのだ、そこはよく商売で考えたもんで、その中野のお店はそういうのに力を入れる、要するに普通のメガネの安売り競争に巻き込まれても多分やっていけないって判断したんだろうね。これでその大きいサイズのメガネを国内産のフレームで、いつでも常時試着もできますし、注文にも応じられます。で、当然大きいサイズのメガネだからレンズも大きくなるんだけど、それに関しても、その場でっていかなくても細かい微調をやった上で、2日後にお渡しできますみたいな、そういうお店で行って、それで、結局なんだかんだで、レンズもまあ一番安いの、なんかいろいろよくやってくれたんで、一番安いのっていうのもなんだなと思ったんで、下から3番目、上から3番目ぐらいのレンズつけて、なんだかんだで4万円ぐらいだった。でもさ、俺さ、よくよく考えたら相場がわからないから、もともとのその12万浴びせられちゃってるから、4万円安いんじゃねえかと思って、ほいで、その、買ったんだけど、4万円って高いの安い。多分一昔前の値段だったら合ってるよね。要するに今の、要するに5000円メガネとか1万円メガネっていうものができちゃってれば、それは高いかもしれないけど、サイズが、その普通のものじゃなくて、で、しかも早く作ってくれてとかだったら、高くはないよね。ちょっとホッとした。曲、未知でラブイズ。いや、まあそのメガネをかけるとさ、一応そのよくは見えるんだけどさ、なんつうの？かけるタイミングとかよくあるの。電車の中とかで、ちょっと iPhone いじったりとか、それから金玉いじったりとか、それから知らない女性のケツをまさぐったりとかするときとかに。違う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 、女性専用車両じゃないから。で、それでもダメだよ、伊集院さん。絶対に。ね、で、まあ、それで、そういう、こう、本読んだりとか、電車のある本読んで書けたりとかして、いつ撮っている、なんつうの、そのまま歩くの怖いわけよ。そのまま、慣れてないから、そのまま歩くとなんか嫌なか、ゆわんゆわんしちゃうから、そのまま歩くのは嫌で。ほいで、なんか、聞いたら、それもショックだったんだけど、なんか実際こう、メガネ屋さんできちんと測ってもらうじゃん。前見たときは、変な、あれ、未だにわかんないけど、こう上からさ、右とか下とかさ、ね、そんなん言うやつ、言うメカ、言う、表を見るだけだったやつが変なこう、望遠、双眼鏡みたいな、顕微鏡みたいなのを覗いてさ、なんか向こうの方にさ、俺の前見たやつは気球が浮いてて、勝手に何回か調整されて、はい、1.5 です、みたいなやつだったんだけど、今回はちょっと上映作品が変わってて、なんか、気球じゃなくて鳥だって鳥。
ね、前の気球のやつリバイバル上映とかないんですかって言ったら、うちは前から鳥ですって言われて、なんか鳥のやつ見ましたね。それで、なんか測ったら、結果まあ卵子も入ってるし、卵子がここは入ってて、それでこっちはなんか遠視も入ってますからみたいなやつで、それでその遠近療養ってのもあるんだね。遠近療養メガネっていうのも、こうでこうでみたいなことをすごい言われて、でなんか結果として思ったのは、ハイビジョンのテレビとか買うよりも、先メガネだなって。試しにこう、なんかよくわかんないさ、メガネを作る前にどれぐらいのメガネが必要なのかかけてみるメガネみたいなんや。なんかレンズが入れ替え式になってる、やつ何個も、これを入れるとどうですかみたいな。で、あれまたさ、ブラフかけてくんだよ、なんか。目のところに、なんかレンズ、入れ替え性のできるレンズみたいな感じで買っちゃってる、どうですか前と、こっちとこっち、どっちがよく見えますかみたいなのを言って、入れ替えるじゃん。で、そうするとさ、最初にこうやって入れるとさ、裸眼で見てたよね。あ、これの方が全然見やすいです。こうだとどうですか？あ、見にくいです。で、こちらだと、あ、見やすいです。こうだとどうですか？見にくいです。って、見やすい、見にくい、ずっと繰り返してきて、次こうやってカチャってるときに、あれちょっと見にくくなってんじゃねえかな。次、見やすいの順番なのに、かなり進んだ後だよ。かなり進んで微調整になったときに、次順番で来ると、安いにくい、安いにくい、安いにくい。だから、これ安いのはずのとこで、ちょっとぼやけたから、あれ微妙だけど、これ、これちょっと、本来これ見やすいパターンだけど、にくい、見にくいですけど、ですね。おー、あぶねえ、こいつ逆入れてきたよ。ギャオ、あぶねえ、通したよ。自分を信じてやってけ、自分を信じて。自分しか最後信じられるものはないんだから、いろいろ周りの人は言うよ。休まないで働けるうちにもっといっぱい仕事した方がいいんじゃないかってマネージャー総出で言うよ。でも自分を信じて俺は今はそうじゃない、丁寧に仕事をやりたいでいいんじゃねえかっていう、あの感じをね しましたよ。あのさ、侮れない侮れない。